はい、まあ、あの毎回ね、触れてはいるんですけれども、あのフィンランドですね、はい、歴史的転換ということで、スウェーデンとフィンランドが NATO 加盟、方針歴史的転換、まあ、実際にも加盟の方針決定しましたというふうに、まあ、後日出てますけども、これでですね NATO 加盟国が、まあ、2カ国増えることになります。ロシアにとってはですね、これ大変なことですよ。だって NATO の東方拡大を許さないとか言って、それがウクライナを攻撃した一つの理由でしたよね。でフィンランドは1300キロ国境を接しているということですけども、結局ねせっかくフィンランドとスウェーデンはあのね、中立国っていうことで NATO に加わらずにですね、いてくれたわけなんですけども、そういう2カ国のね、思いをロシアは完全に踏みにじってしまいましたね。今このオレンジ色になっているところが今回 NATO に新しく加わるということになったフィンランドとスウェーデンですよね。NATO の東方拡大は許さないんだと言ってたプーチンがですね、このロシアがウクライナをに侵攻したことによって、NATO の東方拡大が進んでしまったということですからね。これはざまあご覧遊ばせ案件なんですよ。まあ、ちょっとこれ炸裂しますからちょっと読みますね。フィンランド歴史的転換、対ロ中立から集団防衛。北欧フィンランドの首脳が12日 NATO に加盟申請する方針を示し、伝統的な軍事的中立路線からの転換を明確にした。約1300キロに及ぶ国境を挟んで NATO と直接対峙することになるロシアは反発しており、緊張が一段と高まる懸念はある。だがウクライナ侵略でロシアの脅威を目の当たりにしたフィンランドは集団防衛による抑止力強化が不可欠と判断した。そうですね、ですから、フィンランドもスウェーデンもあくまでも中立であると、ロシアに組みすることもなくアメリカに組みすることもなく中立なんだよと、ということで、まあ、アメリカともロシアとも、まあ、仲良くしてきた。で中立を保つことによって、当然ロシアからも攻められない、攻めないと約束のもとで中立なわけですよ。攻めるって言うんだったらこれは中立にならないですよ。 NATO に入りますよね。だからあの攻めないという了解のもとで中立なわけですよね。ですからこのフィンランドの人が、まあ、ロシアはフィンランドを攻めないなと思ってる限りは中立でいられたわけなんですけども、まあね、最近のプーチンの振る舞いを見てるとやばい、こいつら次うちらのとこ来るぜと、ね、ロシアはフィンランド攻めてくるぞと、中立って言ってたら攻めてこないなんていうのは幻想にしか過ぎないと。もうね、プーチンが言ってることはもうめちゃくちゃなことですね。論理破綻してますし、こねくり回してますよね。だから、中立国だから攻めないなんていう、そんな綺麗事はプーチン、ロシアというよりもプーチンにはもう通用しないということで、今日のウクライナ、明日のフィンランド、ね、もしくは明日のスウェーデンというふうに彼らはやばいというふうになったんですね。もう完全に怯えてます。明日のうちらだというふうになってんですね。としたらどうするかと、攻めてくるわけですから、じゃあどうやって国守るのって言った時に、ロシアが攻めてくる時に、まあまあロシア軍めっちゃ弱いっていうのはね、まあ見て分かりましたから、いいんですけど、ただフィンランドだってスウェーデンだって国土広い割に人口少ないですからね。やっぱりね、それはもう100人でも1000人でも国民が死んだらもう大惨事ですから、攻められること自体がもうね、もうダメなわけですよね。はい、そこでどうするかといったら、やっぱり集団防衛ですよ。はい、NATO っていうのはそうですね、どっか一カ国が攻められたらもう加盟、国家全部が攻められたという認識のもとで、もう共同してね対処するということですから、そうするとだから集団防衛をすることによって、まあ、小さい防衛力を持つだけで防衛できちゃうんですよね。もう一カ国だけで防衛しようと思ったら全部一カ国で持たなきゃダメですよ、必要な分を。ところが集団防衛ということであれば、まあ、各国がちょっとずつ負担するわけですから、これはですね安上がりですよね。ですから本当に中立ってことになったら、もう本当にね、本当の中立を追求するならば、もう徹底的な、ね、武装国家、
もうかなりレベルの高い、武装国家にならないといけないわけですし、場合によっては核を持たないといけない。だから本当にロシアと対峙しようと思ったら核を持たないといけないということなんですね。ほら、核兵器保有国同士だとやっぱり抑止力って、ね、自然と働く可能性があるんですけども、片方核ない、片方核あるっていうとロシアは躊躇なく押せるわけですよ、相手核持ってると来るかなと思うけど、相手核持ってなかったら、で NATO に入ってなかったらポチって押しやすいんですよね。ところが NATO に加盟すれば、それはもうアメリカだってイギリスだってフランスだって核持ってるわけだから、フィンランド、スウェーデンが持ってなくたって、ロシアがフィンランドを攻めたら、ね、イギリスの核が飛んでくる、フランスの核が飛んでくると思うと、ちょっとボタン押しづらいですよね。はい、だからまあ分かんないですよ、核抑止が本当に効くかどうか分かんないけども、核兵器を、ね、発射するハードルは全然違うわけですよね、はい、なのでもうフィンランドもスウェーデンも完全に怯え切ってしまってますね。ですからまあ以前私申し上げましたけれども、もうすでにプーチンの敗北はこれで確定しました。はい、まあ、だからご覧ざまあご覧遊ばせ案件なわけですよ、ソ連が、じゃない、ロシアがどんな戦闘をしてね、成果を上げようが、そんなものは局所的な話なんですよ、だってもともとね、NATO の東方拡大を許さない、これがですね開戦の大きな柱の一つだったわけなんですけども、最近それ言わなくなっちゃいましたけどね。じゃあ結局負けてんじゃねえかと、戦争目的破綻したじゃねえかって言われちゃうので、あのね、戦勝記念日のプーチンの演説の時もこの NATO の東方拡大の話は一言も触れなかったよね。あれ触れたら、戦争目的破綻してるってことになっちゃうから無視することにしたんですかね。いやいやいや、あのプーチンがねウクライナ攻めたからこうなったわけですよ。それがなければね、フィンランド、それからスウェーデン、 NATO 加盟申請はないですからね。これは身から出たサビです。自ら招いた災いですよね。そうそう、自業自得という、天に向かって唾するということですよ、はい、ですからまあね、このウクライナ侵攻によって、プーチンは敗北したということがこれによりも確定したわけですよね、はい、というわけで、じゃあざまあご覧遊ばせの犯行を炸裂させましょうかね、はい、これはね、はいはい、いきますよ。お上品に行きましょうね、こういう時はね。ざまあ見やがれじゃなくてね、ざまあご覧遊ばせというですね、ここがやっぱり桜井よし子先生のパワーですよね。はい、じゃあここどういこうかしら。ああいい感じで炸裂しましたよ。はい、こんな感じでございます。なんかこの書体舐めてんね。ざまあご覧遊ばせということで、桜井よし子先生からいただいたありがたいお言葉、ね、ざまあ見やがれだと放送されないんですよ、そこまで言っていいんかいでね。でもざまあご覧遊ばせだと放送されるんですよね。そこが素晴らしいわけですよ、はい、じゃあちょっとこれ初のね、ざまあご覧遊ばせ案件ですからね、ちょっとまあ写真に撮っておきましょうか。はい、ざまあご覧遊ばせ、はい、 NATO の東方拡大ということですからね、ウクライナのどの都市を取ろうが、ロシアの負け、それだけが先に確定したということですからね、はい。それにしてもプーチンどうするんだろうね。これもう格好悪すぎて、やっぱやめますとかもう多分言えないんだろうね。いやー、私がプーチンだったら恥ずかしいね。本当に辛いだろうね。めちゃくちゃ格好悪いもんね。いや、こんな格好悪いことないよ。ね、このプーチンの心中いかばかりかというね。何ツイートしろ。あ、そう。じゃあちょっとツイートしとくか。よし、ざまあご覧遊ばせ案件第1号ということでツイートしておきました。おー、いい感じで、あ、インクのノリもなかなかいいですね。ざまあご覧遊ばせ。